特殊車両とは、道路法及び車両制限令の規定により、行動の通行を規制される車両のことである。車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが、車両を制限令で定める、一般制限値を超えたり、橋、高架道路、トンネル等において、各道路管理者が定める、 制限値を超えるものを言う。一般制限値特殊車両が行動を通行する場合には道路管理者の特殊車両を通行許可が必要になる。通行区間すべてが一つの道路管理者が管理する道路のみで完結することは少ないため許可の申請は通行する区間の道路管理者であればどこに出しても良い。申請を受理した道路管理者は あらかじめ各道路管理者が国土交通省に提出した道路データをもとに他の道路管理者の管理区間について許可の可否を判断し可否を判断できない場合には各道路管理者に個別に協議を行い申請対象のすべての区間について一括して許可をすることができる特殊車両扱いになる主な車種は戦車オールテレーンクレーン 一部の大型ラフタークレーン、トレーラー連結車その他、鉄道車両、橋桁、大型発電機、変圧機、大型建設機械等を輸送する車両である。運輸の基礎知識、ジェームストランス株式会社、車両制限令、第3条。e-GAB 法令検索。総務省行政管理局。2020年1月15日閲覧。ありがとうございます。